信じられない、とうとう外に出たのよ。外に出た、信じられない、とうとう外に出たよ。お母様きっとカンカンね。だけど別に構わない、バレなきゃ平気だもんでしょ。ああどうしよう、お母様が悲しむわ。ものすごく楽しい。私ってひどい子よね、戻らなくちゃ。絶対戻ったりしないんだから。私本当に最低の人間よ。今までで最高の日だわ。あのさ、ちょっと見てて思ったんだけど、君自分の心と戦ってるんだね。まあ気持ちはわかるよ、本当あまりにも過保護な母親、許されない旅、すごく深刻な問題だ。でも思い詰めることはないさ、大人になる道なんだ。ちょっとした反抗、ちょっとした冒険、いいじゃないか、健全なことだよ。そう思う？ああ思うさ、君はちょっと考えすぎてるんだよ。親がそんなに大事か？もちろんお母さんの胸は悲しみで張り裂け潰れるだろう。でも君はやらなきゃならないんだ。胸が張り裂ける？真っ二つ。潰れてしまうの？ぐちゃっとね。お母様悲しむに決まってるわよね。そうだね、悲しむよ。ああ困ったな。しょうがない、今回だけは特別だぞ。取引はなしにしてやる。なし？そういうこと、別にお礼はいいよ。くるっと向きを変えて君を家まで送ってやる。はい、帰る。持って、俺はカバンを取り戻し、君は信頼にあふれた親子の絆を取り戻すんだよ。で終わり。俺たちは何もなかったかのように別れる。いやよ、私はどうしてもあの光を見たいの。もうなんでだよ、カバン取り返すのにどんだけ苦労させる気だ。